お前さん、何か言う。よう旦那、また飽きない。じゃあな旦那。ご人、そこのご人。この戦法時は今や御仏の教えより外れたが、皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方がよいでしょう。それでももしこの戦法寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。
ただどうかお気をつけて。この戦法寺に入る、ただどうか。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。置いていかれてしもうた。みんな小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おらどうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いていかれてしもうたんじゃ。みんなと。みんなはあれ誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭がいて。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにもわけがわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。
指書きはの二つあるぞい。一つは生書き、一つは星書き。あっちじゃ。生書きはあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生書きもいでくれようぞ。生書き、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞい。
か。この師匠もほどさ。死者があるだから、いずく。
我が息子のため、その刀置いて行け。できる。まあ、どこ？お前が探しているのはこれか？それは赤白いお花だ。オラの探しているのは真っ白いお花じゃよ。そうか。でもあんた探してきてくれたんだな。ありがとうな。あんたいい人だ。真っ白いお花か。そうだ、飛んでいった。そうだ、真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。よう旦那、また。じゃあな、旦那。さあ、
まった。
Thank you.
猿が三匹。一つはカラカ。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、
人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は菊猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえよく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
何か私には大だ目も人あるい緑耳が尋常ひど紫目が尋ひどかつてあん何か私かつてあんしばらくその
許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。あなたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議を求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は
オチの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの流因を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど流因が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
そこもとか気が向いた。それがしを断る。そう体育心側近それ承知ゆ刀そこもとよ。この社には行き場を失った者が集うようだ。俺現にそれがしもここにおる。だからかのう、そこの賽銭箱にも時折何やら流れ着くのよ。この社に現にまた来る。そこもとよう旦那、また飽きない。じゃあな旦那。お前さ、わしじゃが、その印。
か。な、おこま、おこ米だ。おお、おお、まさしく巫女様のお米、ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。あん、うん、生ガキを欲するならば、たこ揚げ、くぐつ回しで、たこ揚げ、うん、くぐつ回しとは、一体。
Mm-hmm.